アメリカのバイデン政権で気候変動問題を担当するケリー大統領特使と中国共産党の最高指導部メンバーで環境政策を担当する韓正副首相が会談しました。中国政府の発表によりますと、韓正副首相はバイデン政権のパリ協定への復帰を歓迎し、アメリカが果たすべき役割を果たすよう望むと述べました。さらに対話と協力を維持するとし、アメリカとの協調路線を明確にした上で、各国とともにパリ協定を実行に移していきたいと強調しました。ケリー特使も米中の協力は極めて重要だと応じ、共に気候変動危機に対応するためさらなる貢献をしたいと述べたということです。ケリー特使は14日から上海を訪問し、来週の気候変動サミットに向けて中国側と協議を続けています。